エニワ鉱山、エニワ鉱山、エニワ鉱山は、北海道エニワ市の伊ザリ川上流部にあった、金鉱山。1932年に敷屈開始、1939年から本格創業を始め、4年後の1943年に、金鉱山整備令により閉山となった。金及び銀を算出し、累計の採掘量は、金7 0 0ラム、銀3 5 0 0ラム。 1930年に発見の記録があるが、発見者、発見の経緯ともに記載がなく不明。しかし1932年に、皆川愛次郎他一名により私屈検登録がなされているので発見はそれ以前である。1934年に皆川と日本工業の共同経営となり、炭鉱が継続された。 1936年には採掘券登録がなされ金 20kg 分の鉱石が算出されている。この時点では掘り出したままの鉱石を出荷するのみであったが、1939年5月に処理能力2000トン、月の青化精錬所が完成し本格的な創業が開始された。鉱石から精錬された金属は日本工業の日立精錬所に送られて純金。 純銀に精錬された。鉱山の開発に伴い人波のなかった山中に鉱山街が形成され、従業員数も1939年に322名、1940年には548名と増加していた。しかし、第二次世界大戦開戦直前のこの時期、日本は軍需物資の輸入消し採用に金を必要としており、国策として、 産金を奨励する制度を整えるとともに、金産出量の増加を要求していた。このため、江庭鉱山では、他の金鉱山と同様に、朝鮮人労働者や一般市民から募った、金労報告体を労働力として投入し、この増産に対応した。しかし、大英米海戦により、欧米からの輸入が途絶えると、金は不要となり、銅、鉄、石炭などを自給する必要に迫られた。 国は政策を一転し、1943年の金鉱山整備令により、金鉱山を強制的に閉鎖し、人員、資材を他の鉱物資源増産に振り向けた。これにより、江庭鉱山は本格創業開始後わずか4年で閉山した。そして日本工業は1943年4月に、工業圏、施設をすべて戦時国策会社である。 帝国工業開発株式会社に保証金230万円で譲り渡した。戦後、工業圏は帝国工業開発から湯屋工業、東北産工、合同資源産業と譲り渡され、1992年に野田玉川工発株式会社が取得している。この間に幾度か交渉の炭鉱が行われているが、再創業には至らず、 記録上は休山中となっている。江庭鉱山では鉱毒による水産資源被害の記録はない。また炭鉱から閉山までの期間における死亡者は4名のみであった。坑道の深さ、総延長などの記録は不明である。しかし、地下120メートルの坑道は浸水がひどいという勤労報告隊隊長の発言があり、その規模を知ることができる。青果精錬所では、金、 銀河、シアン化、カリウムシアン化ナトリウムなどとシアノ削塩を形成し水に溶けるようになることを利用して岩石と分離していた。このためには最初にクラッシャーと呼ばれる粉砕機で鉱石を粉末化する必要がある。エニ庭鉱山の精錬所では山の斜面にクラッシャーを8段にわたって設置していた。トロッコ軌道で鉱石を最上段まで運び上げて投入し、 下まで落とす間に順次細かく破砕していた。鉱石の粉末を、シアン化物水溶液と反応させ、岩石分を愚かした水溶液を乾燥させて残った電物を出荷していた。当初は、鉱石のまま北の札幌市南区石山経由で、秋田県の小坂精錬所に送っていたが、日本工業参入後は、南の四国港を船で渡り、茨城県の日立精錬所に送るルートに変更された。 各年ごとの鉱石採掘量、金、銀品位、金、銀算出量を表に示す。上記のように、紅和鉱山では、鉱石からの中間生成までしか行っていなかったため、金、銀の算出量は推定値となり、資料により、差異がある。ここでは金算出量は、日本工業50年史、銀算出量、鉱石採掘量、品位は、 北海道の金属工業による値を示す。鉱山の所在地は市街地から2 0トル以上も離れた山中であったため生活に必要な各種施設が日本工業により建設、運営されていた。鉱山街には従業員社宅、役員住宅、独身寮半場のほかに浴場、集会場、購買所、床屋、診療所があり、郵便局、 巡査発出所、小学校、仮想場などの公共施設も会社が建設し寄付されていた。水は近くの伊刈川支流、クチャン内川を水源とした簡易水道が設けられていた。江庭鉱山小学校は鉱山の創業と同じく1939年に児童数56名で開校し、1943年に閉校した。 1941年には高等化も併置され、初等化74名、高等化10名となっていた。しかし飲食店などの店はなく、生活物資は会社の配給所より供給されたが不足しがちであった。また、文化、娯楽施設も不備で不満の声があった。江庭鉱山は、江庭駅から西南西に 27km、江庭岳の西北西3トルの伊ざり川、 上流部ン、現在の国道453号からほど近い山中に位置していた。国道がイザリ川を渡る奥領橋から四国湖方向に300メートル地点で上流方向に伊ザリだけ林道が分岐する。分岐から200メートル付近の林道南側が小学校跡地であり、北側の平坦地一帯が従業員社宅の立ち並ぶ鉱山街であった。平山から 半世紀以上が経ち、小学校の校庭や、社宅跡には大きな木が育ちたて屋も残っておらず元の山林に戻っている。林道に面して、小学校の石段があるが笹ささに渦漏れ見つけにくい。唯一、町外れに建てられた、レンガ作りの仮装場のみが残っており、釜であることを、はっきりと確認できる。清錬所跡は、鉱山街よりさらに1.5キロメートルほど奥、 林道終天手前西側の斜面にある。クラッシャーを設置した施設のコンクリート基礎と石垣が山の斜面に八段にわたって残っていることを確認できる。コンクリートの天井には雨水によって溶け出した。石灰分が小さな鍾乳石のように垂れ下がっている。周辺には積み上げた鉱木が苔むして木が生えていたり、木箱の残骸があったりと活動の痕跡が散在している。 高校跡は縮図港を含めて何箇所か痕跡があり、周囲に残土を積み上げたずり山があるのでそれとわかる。林道終点から南南西の道のない沢を500メートルほど登った西側斜面にある大きな高校跡は、鉱脈に沿った路頭堀で幅1メートル弱の縦穴が横木に支えられて残っている。江庭鉱山から北東に4キロメートル、江庭湖で、 いざり川と分かれるラルマ内川の支流である、金山沢にあった、金鉱山。国道453号からも近い。江庭鉱山よりも30年ほど前の1899年に発見され、1935年に藤田組、藤田工業所によって創業が開始された。品位は、金2 1ム、t 銀2 8 0ム、t と江庭鉱山よりも多く、 国の参勤奨励策により、従業員数も1939年41名、1940年83名、1941年102名と、増え、1942年には小学校も、開校された。しかし1943年に政策が一転し、均衡賛成比例により閉山となり、工業権を戦時国策会社である。 帝国工業開発株式会社に移管した。戦後、1948年に東北産工が採掘を再開し、1949年には湯屋工業に譲渡され従業員数24名で小規模に創業を行った。湯屋工業は同時期に江庭鉱山の工業権も取得しているが、炭鉱成績の良かった交流鉱山の創業を再開した。以後、 合同資源産業を経て、野田玉川港発、株式会社が創業を続け、1998年には、従業員数11名で、年間3000トンの鉱石を採掘し、苫小牧経由で、大分県にある飛行金属の佐賀の石製錬所に送っていた。この間、絵には、交流の両鉱山で、継続的に探査、探鉱が行われたが創業されたのは交流鉱山だけである。 2006年に閉山し、これにより国内の近郊山は非叱り鉱山のみとなった。交流鉱山小学校は1942年に江庭鉱山小学校から分かれて1クラスで開校。翌1943年に閉山とともに閉校した。炭鉱とは異なり、近郊山では死亡事故が少ない傾向がある。現在の国道453号とほぼ同じ。 ルートであった。小学校の校長が用務で江庭村役場に赴く、歳は少なくとも3日がかりであった。死亡者が累計で4名しかおらず、仮想場の完成は閉山の直前であったため一度も使用されなかった。アイヌ語の口や雲内が古言。漁に来た人がいつもここに仮小屋を建てる沢との意味。北海道鉱山累年生産実績、北海道工業会。 1966年。浅田正宏、北海道近郊産史研究北海道、大学図書館公開、札幌市北区北九条西八丁目北海道、大学校内、1999年2月28日、263から264ページ。ISBN4 から832960210。浅田正宏、北海道近郊産史研究北海道。 大学図書館公開、札幌市北区北球場西八丁目北海道大学校内、1999年2月28日、265ページ。ISBN4 から832960210。AB、江庭市市、渡辺茂、北海道に庭市役所、北海道に庭市警庁一番地、1979年7月。 785から786ページ。斉藤平吉、本邦金工業一世紀の展望、日本工業協会誌、第六巻第四号、1953年4月、300ページ。産金復興の国策に重納金増産計画書、進捗。読売新聞、浅田正宏、北海道金鉱産史研究北海道、大学図書館公開。 札幌市北区北九条西八丁目北海道大学校内1999年2月28日273から280ページ ISBN4 から832960210浅田正宏北海道近郊産史研究北海道大学図書館公開札幌市北区北九条西八丁目北海道大学校内 1999年2月28日。ISBN4 から832960210。AB、日本工業株式会社50年史日本、工業株式会社。1957年。浅田正宏、北海道近郊産史研究北海道、大学図書館公開。札幌市北区北九条西八丁目北海道、大学校内。 1999年2月28日、282から284ページ。ISBN4 から832960210。北海道開拓巡難者調査報告書。社団法人北海道総合文化開発機構。社団法人北海道総合文化開発機構。1991年3月、148ページ。北海タイムス。地蔵、敬語。 北海道身近な歴史機構北海道新聞社札幌市中央区大通西3丁目61999年11月10日58から60ページ ISBN4 から894530538浅田正宏北海道近郊三史研究北海道大学図書館公開札幌市北区北九条西8丁目北海道大学校内 1999年2月28日、266ページ。ISBN4 から832960210。AB、北海道の金属工業北海道工業会。1952年、79ページ。地蔵、敬語、北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区第2西三丁目6。 1999年11月10日、65ページ。ISBN4 から894530538。地蔵、慶吾、北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区第2西三丁目6。1999年11月10日、61ページ。ISBN4 から894530538。浅田正宏。 北海道近郊三市研究北海道大学図書館公開札幌市北区北九条西八丁目北海道大学校内1999年2月28日267ページ ISBN4 から832960210恵庭市市渡辺茂北海道恵庭市役所北海道恵庭市警庁一番地 1979年7月、906から907ページ。浅田正宏、北海道近郊産史研究北海道、大学図書館公開、札幌市北区北九条西八丁目北海道、大学校内、1999年2月28日、279ページ。ISBN4 から832960210。堀順一。 北海道産業遺跡の旅、北海道新聞社、札幌市中央区大通西三丁目6、1995年11月20日、31ページ。ISBN4 から893638025。地蔵、敬語、北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区大通西三丁目6、1999年11月10日。 60から62ページ。ISBN4 から894530538。堀順一。北海道産業遺跡の旅。北海道新聞社。札幌市中央区第2西3丁目6。1995年11月20日。26から33ページ。ISBN4 から893638025。地蔵、敬語。 北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区大通西三丁目6、1999年11月10日、56から60ページ ISBN 4、ISBN4 から894530538、地蔵、敬語、北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区大通西三丁目6、1999年11月10日、 62から64ページ。ISBN4 から894530538。AB、恵ニワ市、渡辺茂、北海道恵ニ市役所、北海道恵ニ市シ警庁一番地、1979年7月、908ページ。地蔵、警護、北海道身近な歴史機構北海道新聞社、札幌市中央区第2西三丁目6。 1999年11月10日、26ページ。ISBN4 から894530538。浅田正宏、北海道近郊産史研究北海道、大学図書館公開、札幌市北区北九条西八丁目北海道、大学校内。1999年2月28日、264ページ。 ISBN4 から832960210。江庭市市、渡辺茂、北海道江庭市役所、北海道江庭市警庁一番地、1979年7月、786から787ページ。浅田正宏、北海道近郊産市研究北海道、大学図書館公開、札幌市北区北九条西八丁目北海道、大学校内、 1999年2月28日、284、288ページ。ISBN4 から832960210。この他に、含務金計算工を採掘する鉱山として、三井区式の鉱山株式会社の赤石鉱山、春日鉱山株式会社の春日鉱山、有限会社区内赤石工業所の岩戸鉱山が存在する。ありがとうございます。